栄泉高校放送研究会ミニラジオ、皆さんこんにちは。愛島ようやく梅原優勝です。はい、わー、匠くん、島崎信長です。はい、やりきった感じで、はい、オープニングというか読みましたけど、やっぱ方向性一緒でしたね、はい、そうだねよかったいろんなやりきり方あるからね。危なかったです。もうなんか、栄泉高校っていうやりきり方もありましたけどね、はい、爽やかな汗な感じで、はい、このラジオは毎週木曜24時より好評放送中のテレビアニメオーパスカラーズを盛り上げるべく、僕たちが作品の魅力をお届けするというラジオ放送です。なんと、うん、このラジオも本日で最終回となります。いやー、最終回とはいえもうナンバリング的には22ですからね。そうよね相当ね、2クール分ぐらいのなかなかの長寿番組だった気がしますけれども、しかもあの実動的には1日で撮ってるからさ、駆け抜けたよね。駆け抜けましたねいやでも意外とあっという間っちゃあっという間でしたね。そうだね、なんか普通にもっとこう余裕を持って普通にいい感じに適度にやっていきたいぐらいの気持ちに私はなりました。なんか梅ちゃんともさ、何気にラジオってほぼない気がするね。ラジオっていう場合対話は初めてかもしれないですね、うん、生放送とかはありますけど、ね、実は初めて。梅ちゃんともなんかいろいろ話したいこといっぱいあるから、なんか、うん、ラジオでちょっと話してよかったわ。いや、ありがとうございます楽しかったです、ね、楽しかったしかもなんかね、結構俺らも勉強になることとかさ、そう、今更ながら振り返れて、まあフレコ時代もね結構前というか、ね、それなりに時間は経っていますから。いや、みんなで座談会とか本当にやりたいよね。そうですね、まあどうしてもねご時世的に全員揃うということはまあ多分なかったですよね、確かね。あの結構絡んでる人一緒に極力撮ってたけど、やっぱバラバラであったりして。そうですね、ただみんなこの座組も役者もスタッフも大好きだから、なんか結構ロビーでね、ロビーになんかちょっと残ってたりとかね。そうですね、入れ替わり時にあったりとか。そうそうそう、あったんだけど。そうしたし、いやこれだって、うん、もうあのアフレコブースないですからね今そうだ建て替えで僕多分この作品が最後だったかもしれないです。あのね、あのスタジオね、あのスタジオ、思い出深い、あのスタジオ。いや、思い出深いね、思い出深いですよね、あのスタジオ。思い出深いんだよねいろいろあったなっていう、もういろんな先、それこそ信長さんともあのスタジオで何度お会いしたかってぐらい。なんだったかだよね、しかもなんかさ、スタジオができた時からさ、なんか知ってたりするからさ、なんかちょっと感慨深い。感慨深いね。と言いつつ元気にね、ミューの方に行ってるんだよ。そうなんですよね。うわ、懐かしいな。そうなんですよ。いや、今だってオーパスなのにさ、いろんな作品バーって、全然違う作品も出てきますよね。出てきて、あの俺梅ちゃんのあの結構青い役、青いの好きだよとか言ったりとかさ、ありましたよね。スタミだってそうだからね。スタミもあそこでしたからね。うわー、時が経つね。ちょっともう聞いてる皆さん置いてけぼりの思い出話になっちゃいましたけどじゃあ今後ね、また次ね、続きとかでね、ニュースタジオの思い出風景で語っていけたら、そうですね。いや、でもいい思い出になりました。本当、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、ということで4月から続いてきたこのラジオに最後までお付き合いいただきありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。バイバーイ。